こんにちは、ゲームギークです。絶妙なエルゴシェイプのマウス、NP-01 に新しいタイプが仲間入りしました。名前の最後に G がついた NP-01G というマウスで、白と黒のパンダカラーが印象的。元の NP-01 がマットコーティングだったのに対して、このマウスは光沢とツヤのあるグロスコーティングとなっています。基本的なサイズや性能はそのままに、マットかグロスか好きなモデルを選べるようになりました。この2つの違いなどについて比較しながら見ていきたいと思います。まずは簡単にですが、NP-01 シリーズの概要について説明します。NP-01 は一見左右対称に見えるけど、絶妙に右手用のエルゴシェイプとなっていて、様々な持ち方にフィットするよう研究されて作られました。重さは約 80g と軽いとも言えないけど重くもない普通くらいの重さです。ソフトウェアのないドライバーレスタイプで、ボタンを使って全ての設定を行います。ライティングはなし、シンプルでパフォーマンスに特化したマウスです。NP-01 のマットモデルはもう少し詳細なレビューを以前にしているので、ぜひそちらの動画もご覧ください。では早速 NP-01G で変わった部分について見ていきます。NP-01 はブラックのマットコーティングだったのに対して、NP-01G はホワイトのグロスコーティングとなっています。G って多分グロスの G ですね。グロスっていうのは光沢とかツヤって意味です。グロスはツルツルとした感触で手が乾燥している人にとってグリップ力を発揮します。本来グロス系って汚れが目立つっていう欠点があるんですけど、このマウスでは汚れを目立たせないためにカラーリングを白に変更しました。そのおかげでベタベタ触った後でも汚れがよくわからなくなっています。すごく大雑把に分けると、マットタイプは手が湿っている人向け、グロスタイプは手が乾燥している人向けです。マットの方がすごいサラサラとしていて、グリップ力は少ない印象ですね。この辺は個人差があると思いますが、自分の手に合ったタイプを選べるっていうのは嬉しいポイント。なんでこのマウスボタンのコーティングは変わっていないんだっていうと、クリック感は変更したくなかったからみたいです。指をですね、置いた感覚は変わってないんですけど、クリックした時のフィーリングは変わっちゃってますね。まずはボタン全部のクリック音を比べてみます。マットモデルのメインボタンはプリトラベルは少ないし、ポストトラベルもほぼなくて、押し心地が最高に抜群だったんですけど、今回のグロスモデルではストロークが深くなってポストトラベルがそれなりに増えました。個人的にはちょっと残念ポイントなんですけど、この隙間はあった方がクリックの調整が効いていいっていう人ももちろんいるので、その点も選べると考えるといいかもしれません。ただこれはグロスだからってわけじゃなくて、仕様の変更によるものかもしれないです。ちょっとわからないですね。ちなみに私が持ってる NP-01 も NP-01G もどちらも初期ロットです。あとはスクロールホイール。マットだとガリガリめちゃくちゃうるさかったんですけど、こっちのグロスは静かめになりました。タクタイル感は変わらずあるので、FPS などでは使いやすいと思います。NP-01 の時に発生していた5クリック問題。これはクリックの応答速度を2ミリ秒にして強くマウスの底を叩くとクリック誤爆が起きてしまうというものでした。NP-01G でも打ちどころや強さによっては同じく現象が再現しましたけど、マットモデルよりも起きにくいかなという印象でした。普通に使う分には問題ないと思います。全体的なビルドクオリティはいいです。サイドを強く押すとボタンがクリックされてしまうという問題もありましたが、グロスでも押されてしまいますね。ただし、より強く押さなきゃクリックされないので、マットモデルよりも頑丈さは上がっていると思います。とはいえですね、そもそもマットでも普通に使っている分には問題ない程度だったので、心配することは全くないです。そしてケーブル。マットモデルのケーブルは太めで芯の残る感じでした。なんていうか、品のある感じではありましたが、だいぶ硬かったです。NP-01G ではそれがより柔らかくなって取り回しが効くようになりました。本当はもう一声柔らかいと嬉しいんですけど、並べて触ってみるとだいぶ違うので、これは割と大きな改善点です。NP-01 と NP-01G で異なる点といえばこれくらいでしょうか。基本的なシェイプは全く一緒ですし、重さやセンサーなどは変わりません。それと最初から付属してくるマウスフィートが 0.45mm と謎に薄いため、別売りされている 0.6mm を標準にしてほしいですね。布製マウスパッド使ってるならまだいいんですけど、ハードパッドだと消耗がかなり早いでしょう。相変わらず持ちやすさはかなりのものです。ライティングはなくて、シンプルでパフォーマンスに特化したマウスなだけあって、すごい使いやすい。有線マウスだとトップクラスに好きですね。新しく追加されたグロスか、元からあるマットか、値段はどちらも変わりませんし、品薄だった昔に比べるとね、今は全然買いやすくなっています。もしどっちがいいのかよくわからないっていうなら、カラーリングの見た目で選んじゃってもいいですし、クリック感の抜群なマットモデルの方がちょっとおすすめかな。どちらにせよいいマウスであることには間違いないです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録していってください。ではまた次の動画で。